地震って聞いてどんなことを思い浮かべるかな。すっごく家が揺れるの。地面が割れる。津波が来る。みんなよく知ってるね。みんなの住んでいる和歌山県の他にも広い地域を襲う大きな地震、南海トラフ地震とか中央構造線断層帯の地震というんだけど、そういった大きな地震が発生して強い揺れや高い津波により大きな被害が出ると言われているんだ。博士、その地震っていつ起こるの？大地震はいつ起こるかわからないんだけど、南海トラフ地震は昔からだいたい90年から150年ごとに起こっているんだ。それで前に起こった地震から随分時間が経っているので、いつ起こってもおかしくないって言われているんだ。この中で実際に大きな地震を経験したことのある人はいるかな？それじゃあ実際の揺れを体験してみよう。これは地震体験車といって、実際の地震の揺れを体験できるんだよ。じゃあ乗ってみよう。東海、東南海、南海地震が同時発生した場合の地震です。実際に揺れを体験してみてどうだった？とっても揺れた。怖かった。びっくりした。地震の揺れを体験したところで、今度は地震の怖さについて見てみようね。これまでの大きな地震では、多くの家で家具が倒れてしまっています。みんなのお家にはどれだけの家具がありますか？その家具の大きさはどのくらいですか？その家具は重くないですか？その家具が地震の時に倒れてくるのです。その家具に挟まれたり、ドアの前に家具が倒れて部屋から出られなくなってしまった時に、津波がやってきたり火事が起こったら逃げ遅れてしまいます。そんな時に活躍するのがこれ。知ってるかな？知らない。これは家具固定具といって、いろんな家具を壁や天井に固定するものなんだよ。みんなのお家でこんな対策をやってるの見たことあるかな？見たことない。そっか、じゃあみんながお家の人に教えてあげないといけないね。はい。今日ね、地震の勉強をしたんだ。倒れた家具に挟まれて女の子が逃げられなかった。とても苦しそうだったよ。お父さんお母さんが家具に挟まれるのも嫌だよ。大丈夫、あなたは絶対にそんな怖い目に遭わせないわ。そうだな、やれることはやっとかないとね。お父さんお母さん、しっかり取り付けてね。倒れたら逃げ遅れちゃうからね。家族みんなの命がかかってるからね。これで大丈夫。こんな簡単な作業だったらもっと早くすればよかったね。そうだね。地震が起こる前にみんなで家具の固定をしよう。